ブリテン男爵エドワード・ベンジャミン・ブリテンは、イギリスの作曲家、指揮者、ピアニスト。聖はブリトン、ブリトゥンと表記されることがあるが、実際の発音は、ブリトゥンの表記が、原音に一番近い。代表作としては、オペラ、ピーター・グライムズや、シンプル・シンフォーニー、戦争・レクイエム、バロック期の作曲家ヘンリー・パーセルの劇音楽、アブデラザールからの主題を引用した。 青少年のための還元学入門が知られている。1913年11月22日、イングランドのサフォーク州にある海港、ローストフトにて、司会の父ロバート・ビクター・ブリテンとアマチュアのソプラノ歌手の母、イーリス・ローダとの間に生まれる。幼少期のブリテンは2歳になる頃にピアノに対して興味を抱き、ピアノを7歳から習い始めている。また母の勧めで、 ビオラも習っている。わずか5歳で歌曲、7歳でピアノ曲を作曲、そして9歳の時には最初の弦楽史重奏曲を完成させるなど、この時期から音楽の才能を示していた。彼が持っていた音楽的素質は母方から受け継いだものと言えるが、母は地元の合唱団の幹事も務めていたほどの音楽好きであったという。1924年10月。 ノーフォークとのリッチで開催されていた音楽祭において当時10歳のブリテンはこの音楽祭で演奏されていたフランク・ブリッチの公共組曲海を聴いて感銘を受け演奏後にブリッチ本人と初めて対面した。ブリッチは少年ブリテンの音楽的才能を認め自ら本格的な指導を買って出たという。指導は数年後の1928年に ロンドンにあるブリッジの自宅まで時には休暇を利用しながら通い彼の下で音楽の基礎となる理論や家政法、対法を厳しく学んだ。この厳格な個人指導は本人にとって大きな影響を与えたと言われる。後に1937年に作曲され出世作となったフランク・ブリッジの主題による変奏曲で死に対する感謝の念を表している。1930年 奨学金を得て、ロンドンの王立音楽大学に入学し、大学では、ジョン・アイアランドとアーサー・ベンジャミンにそれぞれ指示した。なおブリテンは、アイアランドに対してほとんど帰り見なかったという。在学中は、数多くの修作を書いていたが、シンフォニエッタ、幻想詩重奏曲、シンプル・シンフォニーなどを生み出している。この、シンプル・シンフォニーは、以前の修作を素材に改作した作品である。 また、モーツァルトやシューベルトとともに、マーラーやシェンベルク、ベルク、ストラビンスキー、ショスタコービチらの作曲家に興味を示し、同時に影響を受けている。特に後者のベルクに関しては、当時対等しつつあった前衛的な作風に、その趣向を持ち、彼に支持することを考え、弟子入りを志願していたという。しかし、死のブリッジや両親らに反対され、 その上九百三十五年にベルクの休止もあって結果的に実現はしなかった。九百三十四年に音楽大学を卒業すると、前年に父ロバートが没したこともあり、自活のため九百三十五年にグッポフィルム、ユニット社に入社し、翌九百三十六年まで勤務した。ここでは主にドキュメンタリー映画や記録映画のための伴奏音楽を作曲する仕事が、 主であった。スタジオでは多くの友人と進行したが、その中の一人に台本を担当していた詩人のウィスタン・ヒュー・オーデンと知り合っている。オーデンとは映画、石炭の表情と夜の郵便を共同で取り組んだり、私たちの狩りをする先祖たちや英雄のバラードなど彼の詩による作品を作曲している。百三十七年にフランクブリッジの主題による 変装曲を作曲し、同年の8月25日にザルツブルク音楽祭で、ボイド・ニール・合唱団によって初演され、国際的な名声を得るとともに出世作となった。同年にテノール歌手、ピーター・ピアーズと知り合い、ピアーズとは、生涯にわたり、名優として、関係を築く。また母イーディスが死去。この時期の作品には、ピアノ競奏曲などが挙げられる。 1939年4月のドイツのポーランド不可侵条約の破棄や第二次世界大戦の勃発に伴うイギリスの参戦など当時の世界情勢に危機感を抱いたブリテンはこれを避けるため6月にピアーズと共にアメリカへ向かったアメリカでは1942年3月まで2年半に渡って滞在し主にニューヨークに住みながら創作活動を継続した この1939年の有名な作品として、バイオリン競奏曲やアルチュール・ランボーの詩による歌曲、イルミナシオンなどが挙げられる。1940年に日本政府の企画する後期2600年、宝粛曲として、イギリス文化振興会から作品移植を受け、シンホニア・ダ・レクイエムを作曲する。しかし、曲の内容が祝典にふさわしくないとして、 政府側が拒否し、演奏されることはなかった。作品は、翌1941年の3月29日に、ニューヨークフィルハーモニックの定期演奏会で、ジョン・バルビローリの指揮によって行われている。イギリスに帰国した1942年の春、ブリテンは、良心的な理由から兵役を拒否することを公的に認められ、サフォーク州のオールドバラに住んで、創作に専念する。 この専念していた頃にテノール、ホルンと減額のためのセレナードやオペラ、ピーター・グライムズなどが作曲され、後者のピーター・グライムズはセルゲイ・クーセビツキーの勧めで着手され、1945年の初演では大きな反響を呼び、パーセル以来の本格的なイギリスオペラの最高とまで歌われた。1945年のピーター・グライムズの成功により、 戦後のブリテンは創作力に恵まれ、かつ最も充実した時期でもあった。ヘンリー・パーセルのアブデラザールの音楽を主題に用いた青少年のための還元学入門やオペラ、アルバート・ヘリング、春の公共曲など一連の作品が作曲されたのも、この時期にあたる。三作目のオペラとなるルクレティアの領辱は、前作とは異なった、小編成の室内オペラで、 1946年にグラインドボーン音楽祭で初演されたが、この経験に基づいて彼は室内オペラのジャンルに志向し、後の1947年にイギリスオペラグループの結成へとつながった。1948年にはオールドバラ音楽祭を創設。音楽祭では自作の初演のみならず歌曲のリサイタルも行い、演奏活動に力を注いだ。 1956年2月、日本を訪れ、NHK 交響楽団を指揮して、自作を演奏した。また2週間滞在中に、伝統芸能の能楽、墨田川を鑑賞、深い感銘を受けて、教会上演用の具は、カーリュー・リバーを生み出すことになる。1960年から1961年に、かけて作曲された、戦争レクイエムは、空襲で破壊された。 コベントリー大聖堂の再建の剣道式のために書かれたもので1962年に初演された。1960年9月、チェリストのムスティスラフ・ロストロポービチと初めて出会う。信仰を結び、彼のためにチェロ・ソナタとチェロ公共曲を作曲する。この2作はいずれもロストロポービチが初演時にチェロを担当した。 ザスカラップ晩年の1970年代には、創作の筆を落とすことなく最後のオペラ、ベニスニシスや、弦楽史重奏曲第3番など、この時期を代表する作品を生み出す一方で、健康の悪化にも悩まされていた。心臓を悪くしていた、彼は1973年に手術をしており、以降は、車椅子を使いながら、生活を送るようになる。1976年には、 終身上院議員に助せられ、ロードの称号を授与された。なお音楽家としてこの栄誉を受けたのはブリテンが初で、ある。1976年12月4日、オールドバラにある住ミカレッドハウスにて、鬱血精神不全のため死去。63歳坊主。3日後の12月7日に葬儀が行われ、オールドバラの聖ペテロ聖パウロ教会の墓地に埋葬された。後に、 ブリテンの墓の隣には、孔子のパートナーであったピーター・ピアーズ、後ろには、グスターブ・ホルストの娘であるイモージェン・ホルストの墓も建てられている。2003年に彫刻かマギ・ハンブリングによって、オールドバラの海岸に、ブリテンを記念した彫刻ザ・スカラップが作られた。女王エリザベス2世によって除釈された時の称号も、この地にちなんで、ロード・ブリテン・オブ・オールデバーグとなっている。 ヘノール歌手のピーター・ピアーズは名優として知られ、ピーター・グライムズや戦争レクイエム等ほとんどの歌劇、声楽曲は彼の演奏を前提に書かれており、彼が荘園を担当した。ブリテンはピアニストでもあり、ピアーズの歌曲演奏では伴奏を担当することが多かった。またピアーズは演奏のみならず、作曲の段階においても関わった。しかし、両者の死後、 彼らが仕事の面のみならず私生活においても同性愛のパートナーであったことが公然と論じられるようになり大きなスキャンダルとなったが同世代の他の音楽家と比べて遅れて借位を得た背景にはこのことも関係しているともされる。1910年代生まれの音楽家はジョン・ケージのような例外を除いて前衛の時代に馴染めずまた同世代が戦火の犠牲になるなど 不遇のものが多い。そのような状況下でブリテンは、イギリスの保守性をうまく活用し、機能化性語法を突き詰めることに成功した。ブリテンのせいで、イギリスの音楽事情は、世界から後退したというのは事実であるが、同時に、イギリス人の音楽観をこれほど、世界中に広めた人物も皆無である。また先日のように彼本人はベルクへの弟子入りを計画するなど、 当時の前衛音楽にも関心を示し、自身の作品の中で無調的であったり、機能化成とは逸脱したパッセージを時折覗かせるなど、当時の流行にも無関心ではなかった。そういった意味ではブリテンは新古典主義の潮流に近い作曲家と言えるであろう。ブリテンは指揮者としても有能であった。比較的早い時から指揮者活動をしており、後に、 イギリス室内還元楽団を主兵として、指揮活動を続けた。レパートリーも自作自演の他には、ハイドンやモーツァルト、バッハ、そしてイギリス作品などを得意にしていた。また、クリフォード・カーゾンやジュリアス・カッチェンといった名ピアニストとも共演を重ねている。早い時期から指揮活動をしていたせいであろうか、若い頃のある時、ブリテンは、 エイドリアン・ボールトの指揮ぶりを軽いノリで批判したことがあった。これに、ボールトは激怒し、イゴブリテンの作品を完全に無視してしまった。また、ピアニストとしても、ピアーズやロストロポービッチの伴奏やモーツァルトのピアノ競争曲の指揮権独奏などの録音がある。2006年には日本で、デッカから没後30年を記念して、ブリテンの主要な録音がリリースされた。その中には、 日本初お目見えのものも数点含まれていた。また2013年に生誕100年を迎えている。1940年の後期2600年、報祝曲の企画に際してブリテンにも移植がなされ、シンホニアダレクイエムを作曲したが、キリスト教的で後期にふさわしくない、レクイエムは報祝にふさわしくない、などの議論が起き、結局演奏されなかった。 その後1956年に2週間来日し NHK 公共楽団を指揮して同曲の日本初演を行っている。また2月9日にピアーズと共に NHK ホールで行った演奏は映像が残されている。また1964年に発表されたカーリュー・リバーは滞在時に干渉した隅田川の印象をもとにしている。日本では 2006年11月22日に日本ブリテン協会が発足した。ありがとうございます。